ね。どうも皆様、ストヤケダマーシがお送りしますバンドリー。さあ皆さん、2019年も間もなく終わろうとしております。2019年もガルパンには様々な楽曲が追加されましたよね。そうなってくると当然現れるのが難所ですよね。2019年皆さんが最も難所だと思うものはどこですかというのを聞いて、その結果をもとに今回動画を作らさせていただきました。題して2019年度みんなが選ぶ難所10選でございます。今年選ばれた難所は一体どこのどこなんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。まず最初の難所はアフターグローのあの名曲から。まず最初に選ばれたのはアフターグロでヨロ。まあヨロの難所といったらやっぱりあそこになっちゃいますよね。続いての難所はあのロゼリアの名曲からでございます。続いて選ばれたのはロゼギアでファイヤーバード。ファイヤーバードで多くの方が悩んでいる難所はどうやらあそこになるみたいです。続いてはハロウィンの楽曲らしいです。このイラストどこのどこだろう。パステルパレットで絶対宣言リサイタル。まあやっぱりあそこはむずいよね。おや、次はスマイル号と関係している楽曲みたいですね。ハローハッピーワールドで豪華豪快ファントムシーフ。もう言わなくてもわかりますね。もうあそこですね。はいはい、もう来ますね。はい、ここですね。続いてはポッパのあの名曲からでございます。このサングラスがヒント。ポッピンパーティーでティアドロップス。ティアドロップスの難所といったらやっぱあそこですね。もう何回あの手を離したことか。続いての楽曲、これは名前だけは簡単なやつらしいです。アフターグローでイージーカムイージーゴー。名前にイージーが2つついてるから簡単だと思うでしょう。そんなことがないんだな。これが続いての楽曲はこんな雰囲気の曲だそうです。いろいろ咲いてますね。ロゼギアのリンギングブルーム。リンギングブルームの難所ってなんか期末テストみたいな、なんかこう範囲が広いよね。続いてガルパの最大難易度楽曲でございます。もうヒントっていうか答えだよね。ロゼリアのカバー曲6兆年と一夜物語。6兆年の難所といったらもう、あそこだよね。ここだね。まあここエキスパートでもありますね。続い
てはこのハローピのカバー曲、このペロペロキャンディーに注目。ハローハピーワールドで回れ雪月花。回れ雪月花は本当に大変よく回りましたね。最後は結局あれ何色だったのかよくわからないあの名曲。ロゼリアのカバー曲でミイロ。もう今年はねミイロさんには本当に大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします。なんと来週パスパルの単独ライブがあるみたいでございますね。はい、まあいろいろと見どころはあるとは思いますけれども、あやちゃん抱負を一言お願いします。本当に頑張ってほしい。